あなたのすべてが詰まったもの、それはスマホです。もしもスマホが他人の手に渡ったらどうなるのか、これはあなたの物語かもしれません。ブラックチャンネル。姫ちゃん、次の授業音楽だね。そうだね、一緒に音楽室行こう。うん。僕の姫と、本当は僕のこと好きなのに、なんでサトシみたいなでもな野郎と仲良くしてるんだよ。もしかして僕を嫉妬させようとしてるんですか。これは姫ちゃんのスマホ忘れていったのか。いんな、これは僕へのプレゼント、愛情の証。そういうことなら失礼して、僕の勝ちです。スマホがない。変ね、どうしたの。スマホがないみたいで。お家に忘れてきたとか。そうなのかな。どうしました。じぃ、あ、姫ちゃんがスマホなくしたんだって。ほう、困りましたね。鳴らしてあげては。わかった、お願い。かかってるけど、どう。鳴らないわ。ふふふ、消音モードにしてるんですよ。やっぱりお家に忘れてきたんだよ。周りの人に聞いてみては。あ、そうだね、キモだ。結構、なんだこいつ、いきなり僕に。姫ちゃんのスマホがなくなったんだけど、見なかった。僕は撮ってませんよ。おや、そっか、じゃあ他の人にも聞いてみるよ。へえ、あいつバカなくせに勘だけはいいんだよな。でも僕の勝ちです。キモダくん。うわ、びっくりしました。すみません、オレちゃん、サトシくんの友達のブラックです。驚かせないでください。キモタくんはさっき撮ってませんって言いました。サトシくんは見てないかって聞いたんですけど。じぃ、こいつ何言ってるんだ。すごい汗ですね。うるさいですよ、気分が悪いので僕は早退します。キモタくん、鬼ヤバな匂いがしますね。カメラちゃん、お願いします。じぃ、パスコード解除。ついに手に入れた、姫ちゃんのスマホ。な、パスコード。そうですか、姫ちゃん、まだ僕の愛を試すんですか。でも無駄ですよ、肝だ大きい、パスコード外し。常に姫たんを見てきた僕ですから、いつもの姫たんの指の動きでパスコードを分かっておるのですよ。1、い、ひ、め、だ。目が0なのは0が目の形だからですか。入力完了、熟し。ジュヒュー、僕の勝ちです。覗かせてもらいますよ、姫たんのすべて。写真をコピーされる。まずは写真を拝見しますよ。僕のパソコンに転送っと。これはいろいろはかどりますよ。何ですかこれは。削除、コピー削除、コピー、コピー削除。しあわせ、ゆめたん、ありがとう。検索履歴を覗かれる。さてさて、ゆめたん、検索履歴見せてもらいますよ。ゆめたんはどんなことネットで調べてるのかな。ゆめたん、鼻毛抜き方なんて検索してるんですか。言ってくれれば僕が抜いてあげるのに。それとそれと、イケメン落とし方。僕の落とし方を調べてるんですか。普通に告白してくれるだけでいいのに。あの、キモダくん。なんだい、姫ちゃん。大好きです、付き合ってください。
SNS でなりすまし。お次はラフィンでもパトロールさせてもらいましょうか。サトシなんかと遠くしてる。姫トン、これは浮気ですぞ。なあ、サトシのやつからメッセージだ。なになに、スマホあった？だぞ、あいつ心配するふりして僕の姫たに近づきやがって。こうしてやる。ギクシ、送信とカラのブロック。はい、僕の勝ち。それにしても僕以外の男とラウインしてるなんて、姫たん許せません。教育が必要なようですね。スマホを追跡。そういえばカメラちゃんは？ちょっと撮影に行ってもらってます。あ、姫ちゃんからラウィンだ。あれ、スマホあったんですか？どうしました？もうラウィンしてこないでってブロックまでされてる。おかしいですね。なぜ急にそんなに冷たくなるのでしょう。でも確かに姫ちゃんからのラウィンだよ。それ書いたの本当に姫ちゃんでしょうか？え、誰か別の人が使ってるってこと？おそらく。スマホがどこにあるか追跡してみましょう。姫ちゃんのスマホはどこにあります？はい、ここにあります。それだけで追跡できるの？はい、魔界のスマホですから。すごすぎだろ。赤い点のところにあるってこと？それキモダの家じゃん。やっぱり。やっぱりって知ってたの？おや、ちょっと待ってください。キモダくん、スマホを持って移動してますね。それ、姫ちゃんの家の方向だ。スマホを返しに向かっているんですかね。なんか嫌な予感がする。俺たちも行こう。鬼ヤバキモダくん。ああ、これが姫ちゃんの部屋。いい匂いだ。あの、スマホありがとう。いや、偶然見つけて。でも僕でよかったですよ。変な奴に拾われてたら何されるかわかりませんし。うん、せっかく届けたんだし、お茶でも飲ませてもらいたいのですが。スマホ拾ってくれたのはありがたいんだけど、できれば帰ってくれないかな。今家に誰もいなくて。それは帰って交通。一人だと心細いでしょ。いや、あんたがいる方が不安なんだけど。ところで姫たん。姫たん、サトシとラウィンするのやめてもらえませんか？え、姫のスマホ見たの？姫たんは僕だけのものだ。僕もう我慢できません。なんだよお前ら。お前こそなんだよ。姫ちゃんを救うヒーロー、サトシくん、かっこいいですね。じぃー。あー、ギクシー。おへ。あれ、サトシくん、かっこ悪いですね。じぃー。僕の勝ちだ。懲らしめる。お前もやる気か。俺ちゃん、喧嘩はちょっと。そんなことより、キモダくん、姫ちゃんのスマホ盗みましたね。はぁ、偶然拾って届けただけだ。いつ、どこで？ついさっき、姫ちゃん家の近くで。あれれれれれれ、おかしいですね。30分ほど前、スマホの追跡アプリで調べたら、スマホ肝田くんの家にあったのですが。あ、そうだ、30分ほど前、うちの近くで見つけたんだった。苦しい言い訳ですね。なんだよそれ。ちょうど今カメラちゃんから届いた動画です。じゃあ覗かせてもらいますよ、姫たんのすべて。まずは写真を見させていただきますよ。僕のパソコンに転送と、これはいろいろはかどりますよ。姫だ、大好きだ。うわ、キモ。いつの間に。スマホに夢中で撮られてるの気づかなかったんですね。くっそ。でも
それが盗んだ証拠になるのかよ。この動画、窓の外、お昼ですよね。スマホを拾ったという30分前はもう夕方。スマホを盗んで早退し、家に持ち帰ったんでしょう。かかか、キモダ君の負けです。てめえ決めんだよ。ごめんなさい。かかか、俺ちゃんの勝ちです。じい、最初からキモダを疑ってたんなら言ってよ。サトシ君が姫ちゃんの家にあるって言ってましたし。キモダなんかに殴られずに済んだのに。おかげで面白い動画が撮れましたよ。でもキモダ君、キモすぎて公開できないですけど。じゃあやっぱり殴られとんじゃん。ですね。カッカッカッカ。じいじじじ。動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録高評価よろしくです。次の鬼矢花テーマは君かもしれませんよ。